こんにちは、中野博です。本日はローイングエルゴ、ボート漕ぎのマシンを使って漕ぐときに、どこまでシートを入れた方がいいのか、入れすぎちゃいけないのかについて話をしたいと思います。まずこうやって座って、紐を縛って、こう実際に前に皆さん出ると思うんですけど、大抵の人はこういうシートを入れすぎちゃうんですね。で、シートを入れすぎるとどうなるか、良くないんですけど、なんで良くないかについて話したいと思います。本当はボート漕ぎ、こうエネルギーを使うときはこう上体を振ってエネルギーを出す、出力をするんですけど、シートを入れすぎると、せっかく前傾した体が前に行けば行くほどこう後傾しちゃうんですよね。だから体を開いてパワーを出したい、エネルギーを出したいのに、でせっかく前傾したのに前へ出れば出るほど開いちゃって、結局漕ぐときには全然その上体の開くっていう力を使えなくなってしまう。なので、入れすぎない方がいいです。なので、状態の角度を保てる範囲内でシートを入れてください。で、このシートを入れすぎてるか入れすぎてないかっていうのは、今は結構極端にやってるんですけど、結構難しくて、今回そのを判断しやすい方法を紹介したいと思います。今回使うのは、鉄アレ、3キロ、4キロ、5キロぐらいで、もしくはメジシンボールを使ってください。今回メディシンボールを使いたいと思います。メディシンボールをこう持っていただいて、で、エントリー、漕ぎ始めのポジションでこうやって持ったり離したりします。ここでお腹に重さがドスンドスンとくるところがいいポジションで、で、シートを入れすぎちゃうと、こういう感じでちょっと腰がゴロンってなっちゃうんですけど、こういう時にお腹に力が入らなくなるので、腕がこういう感じですね。パッパパッパパッパってこ、あの、持てなくなります。もう一回試してみます。いい感じでこぐと、こういう感じでパッ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 パって離したり持ったりできるんですけど、ゴロンってなっちゃうと、どうしてもこう腕の力しか力が入らなくて、ちょっと、なんですかね、腕の力だけって感じです。鉄アレを使った場合も一緒で、こうやって前後に動かして、上下に動かして、機敏に動くポジションがいいんですけど、ゴロンってなっちゃうと、どうしてもお腹に力が入らないので、腕だけ。で、ちょっとぬるい、鈍い動きになります。これは入れてない、適切だと思ってる方の漕ぎ方です。こんな感じになります。で、入れすぎちゃうとどういう感じの漕ぎになるかっていうのを、ちょっと極端なんですけど、やってみたいと思います。で、こっちがダメな感じの方。で、ダメな感じの方で漕いでみます。前傾するけど、元に戻って漕いちゃう。まあ、これはこれでスコアは出るんですけど、やっぱ上体の開き、背筋をうまく使えてないので、足だけのトレーニングになっちゃいます。なので、しっかり背筋、体幹を全部使いたい人は、しっかりいい姿勢を、このようにして、いい姿勢を作って、お腹に力が入る、お腹がかかるっていうポジションを自分で見つけて、で、漕いでみてください。こっちの方が、足だけじゃなくて、全身運動になって、より効果的な、より効率的なトレーニングになると思いますので、ぜひこちらの方を試してみてください。腰痛の予防もこちらの方がなると思います。次に、足の位置、穴が7つぐらいあると思うんですけど、それをどこに 設定すればいいかについて、今回紹介したいと思います。まず、一番下にして、深めですね。足を地面にできるだけ近い位置にやって、ボールをこう持つとどうなるか。っていうと、まあ、結構前に行けるんですよね。まあ、当たり前なんですけど、足が下にあればあるほど自分は前に行きやすくなります。お腹がかかる位置でも前に行きやすく。で、これデプスっていうんですけど、足の位置をできるだけこう上に 上に上に、お尻と足が水平に近づくように設定をしてやると、お腹のかかる位置がちょっと変わって、だいたいここら辺になりますね。よりシートが入らなくなります。で、すねがさっきは垂直以上あったんですけど、垂直ではなくて、だいたい時計の11時ぐらいの角度になります。なので、この場合、12時まで入れると腰がこう倒れちゃって、
入れすぎっていうのになるので、足のその穴、足の高さによって、そのシートの入れすぎるか入れすぎじゃないかっていうポイントが変わります。で、どこがいいのかっていうと、だいたいすねが垂直になるポジションがいいって言われてます。自分は2か3番ぐらいなんですけど、で、だいたいそこら辺ですねが垂直になるので、垂直に行き過ぎちゃうと、力の方向が、ホイール、エルゴのホイールがない方向に最初蹴っちゃうことになるので、なかなか力がかかりづらい。ので、できるだけ垂直か垂直以下がいいと思ってます。で、垂直以下だと、それはそれで、漕いでる時間が短くなっちゃうので、なるべく垂直で、かつ自分がお腹をでかけることができるポジションを探して、で、そこで足の、深さ、浅さを設定するっていうことが一番いいと思っています。なので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。今回は、シートの入れすぎないということと足の深さについてでした。ありがとうございました。